100日でエニアグラムを理解するシーズン2。今日は台北都の石原慎太郎さんです。図ではここに位置します。もう多くのエニアグラマーが、石原慎太郎さん台北都間違いないと思ってると思います。その言動ですね、その分断というか、その作家もされていて、その言葉の迫力、もう歯に衣着せぬ言葉ですね。もう台北都の、素質もう間違いないんですよね。で、ここではですね、そのオーラというか表情をより詳しく述べたいと思います。まず、台北都のオーラ、この表情ですね。この物言う時のこのド迫力のあるもう凄み、台北都独特ですよね。で、石原慎太郎さん、そのすごく特徴的な表情があるんですよ。この目をすぼめる、この右側も目つぶってますけどね、その左側が特にそんな感じです。こう目をすぼめながらこういう言葉をしゃべるこの表情ですね、ものすごく、タイプ8っていうかな、この特徴的ですね。ある私の会社のすごく偉い人がもうすごく同じ表情をするタイプ8なんですよ。で、間違いないというか、こういう表情をされるタイプ8の方いますよね。どういう心境でこの表情をされるかよくわからないんですけども、この目をすぼめるようなこの感じありますよね、あるんですよ。あともう一つ特徴的なのがこの笑顔なんですよね。この若干引きつったような頬の筋肉がちょっと緊張する引きつったような笑顔があるんですけども、これ実はですね、9にある表情なんですよ。なので、有名なそのリス・アンド・ハドソンの日本語訳の教科書にはタイプ8のウィング7って書いてるんですけど、私はウィング9だと思います。この表情が出るのはやっぱ9っぽいところがあると思うんですよね。はい、まとめです。誰もが認めるタイプ8の石原慎太郎さん、私はウィング9だと思います。